日本最高浅香豊です今回ですね、私は日本男子と河野太郎さんのことについてちょっとね、補足的な話をさせてもらおうかなと思っています。もうね、自民党総裁選も終わったし、もう旬のネタじゃないんだしさ、もう浅香さんそんなこといいじゃんっていう、こともね、まああるかと思うんですけれども、私ね、ちょっとね、河野太郎さんイコール真っ黒みたいな感じになってしまっていることに関しては、やや違和感を感じる部分もあるんですね。で、そこのことについて、私がどんな違和感をちょっと感じているところがあるのかっていうことについて、説明をさせてもらいたいなということが、それが一つです。それと、もう一つはですね、今度は今言ったことと、まあ真逆になるのかもしれませんが、私ですね、まあ文化人放送局で、山岡哲秀さん、平井浩二さん、それから榊由衣さんと、合わせてですね、まあ4人で一つのチームみたいな形で番組を一つやらせてもらってるんですけれども、その番組、ザ・ Q&A という番組の中で、河野太郎さんに対して、質問状をね、送ったんですね。で、その質問状は残念ながら回答期限に回答はもらえずという状態で終わってしまったりしたんですけれども、その回答の代わりになりそうなものがですね、日本男子のホームページ上にですね、ちょろちょろっとこう記載されたことがあるんですが、これってごまかしじゃねえのっていうところでですね、こういう逃げ方はすべきなんじゃないんじゃないっていうことで、そういう点でちょっと河野太郎さんに一言言いたいというところがもう一点あります。だからこの二つの点について、まあ、これからね、話をさせてもらおうかなというふうに思っているっていう形です。で、まず第一点の、河野太郎さんゴール真っ黒みたいな感じのやつはちょっと言い過ぎじゃねえのっていうふうに思っている点について、自分がどういうことを考えているかっていうことを話をします。で、まずですね、同族会社としてね、日本男子がある。で、その日本男子があって、そこから多額の政治献金を受けている。これって悪いことですかねっていうのが、まず、最初のところの疑問なんですよ。政治家をやるということになれば、いろんな形でお金がかかってくる。それは当然のことだと思うし、で、そのお金を何とかして賄わなければいけないっていうことで、ね、いろいろ苦労するっていうことがあるのも、当然だと思ってはいます。だから、完全にクリーンに政治をやれというふうに言っても、それはなかなかうまくいかないところがあって、現実とある程度折り合いをつけていかなければいけないというのは、これはもう避けることができない現実だと思ってるんですね。で、その上で、考えた時になんですけれども、政治資金を、その自前の親族企業から基本賄うようにしていく。なるべく外部からのその献金とかに頼らないようにしていくというのは、僕は政治家のあり方としてはむしろいい方向性を持っているんじゃないかなっていうふうに思うわけなんです。で、もちろんその自分がやっているその事業のことに関してですよね、その政治の力を使って歪めるようなことをやるっていうことをやれば、これは間違いなくアウトっていうことになりますが、まあそういうことをやっていない限りにおいては、むしろそういう形でもって政治活動をやっていこうというのは、殊勝な心構えになるんではないかなというふうに考えているところがあります。ですから、日本男子という会社があり、そこから、その政治献金をもらっている。あるいは、その日本男子の株式を自らも保有している。河野洋平さんがですね、まあ亡くなったら相続が多額に発生して、で、そうすると河野洋平さんが持っている日本男子の株式が、その河野太郎さんのところにも、必ず行くことになるわけですけれども、そのこと自体が、いけないことというのではないんじゃないかというのが、まず、一つ目の疑問としてあるところなんですね。もちろん、それは当たり前だよと。別にそんなことまで問題にしてないよと。中国ビジネスがあるから問題なんだ。ねえ、お前はそんなこともわからないのかと言われたら、いやいや、もちろんわかっていますよと。中国ビジネスが絡んでるから当然問題だっていうことになるんですけれども、まず進出の経緯、これが正直言ってよくわからんところが、あります。ね。
で、まあ僕もですね、当時調べた時ですね、これをその急戦法みたいな形でですね、調べた時は少し熱くなって冷静な見方をしてなかったかもしれないなと、思ってたりはします。でどういうことかっていうと、日本大使がですね、合面相手としたところは、まあ略称 BOE と言われているね、共闘法可否可議っていうね、共闘法可議集団っていう会社だったりするんですけれども、この会社は今、世界の液晶で、パネルでですね、世界シェアナンバーワン、有機 EL パネル、これでも世界第3位という超巨大企業ではあるんですね。ですが、一番最初にこの日本大使が、この会社と合弁を始めた頃は、実は潰れかけている、真空管の会社だったりしたんですね。ですから、当時、まあ中国共産党に近い会社ではあるっていうことは、まあそれ自体は言えるんですけれども、当時そんなに大きな会社だったわけでもないんですよ。なので合弁相手として見たときに、まあ別に特別な会社であるっていう意識は、日本大使の側にはおそらくなかったというふうには思ってます。まあもちろんその後の展開でものすごく大きな会社になりね、でこの会社は今ファーウェイなんかともすごく強い結びつきを持っている中で、そういうことと関わるようなビジネスをこの日本大使が、担っているんではないかという疑惑は当然あるから、この点についてですね、こう明確に説明してほしいなっていうところがあるんですね。もし、進出しているのが、その中国に進出したですね、日本のその自動車メーカー向けがですね、もう圧倒的というか、まあほぼ 100% そうなんであって、で中国の一般企業向けのこと、特にその BOE 関連でのそのファーウェイと関わるような仕事っていうのをね、引き受けてないとかっていうことが、まああるんだったら、これ話ずいぶん変わってきたりはするわけですよ。つまり中国に進出して、そんな企業ね、そんな今、いやその巨大企業になったところと合弁は組んではいるが、でもいろんな疑惑を持たれるのは嫌だからね、中国に進出している日系企業の部品に対して、こう製品を供給するっていうことはやってはいるが、そこからね、そこから範囲を拡大してファーウェイのところまでやってたりはしないしね、まあファーウェイどころか BOE との関係も実は、そういう点ではほとんど作っていないんだっていうことが、例えばこう数字とかを明確に示して、出していただけるんであれば、僕はね、随分変わると思うんですよ。で、僕はその生身の人間なので、現実のビジネスの展開の中で BOE との関係がゼロっていうことは、合弁も組んでいるから、まあそこは無理かなと思うんですが、まあそれの売上比率が大したことがないのであれば、まあ僕はそんなに目くじら立てなくてもいいのかなと思ったりもするんですけれども、そうではなくて、そこがすごく大きいものになっているんだったら、そこの部分の処理っていうのを何らかの形で考えないと、これは難しいんじゃないのと、そこは一つ河野さんの課題になるんじゃないですかっていう気持ちはあります。ですが、まあそういう形でもってですね、進出しているから 100% ダメだというところまで、言うのはちょっと僕行き過ぎだと思っているので、そのあたりのところを改めてですね、これきっちりとですね、わかるように説明すべきなんじゃないですかっていう、そういうことを、まあ、河野さんに要求したいなというふうに思っています。もう一つ、その上でですが、私が河野さんに対して、ちょっとね、疑問を感じているというか、これは騙しでしょっていうふうに思っている部分について、お話をします。で、これはですね、まあ、先ほど言いましたように、ザ・ Q&A という、自分も含めてやっている番組で、公開質問状を出したんですけれども、まあ、回答は全然なかったんですけれどね。その回答のヒントになるようなことが、その日本大使のホームページ上にお知らせっていう形でですね、9月27日付でですね、載ったんですよ。
で、その9月27日付で、載ったところにですね、まあどんな感じのことが書いてあったかっていうと、中国市場において弊社及び弊社グループ企業では、太陽電池モジュール向け端子コネクタの生産及び販売実績は創業時から一切ございません。また中国市場以外における太陽電池モジュール向け汎用端子コネクタの製造販売は2015年8月をもって終了しておりますというふうに書いてあるんですね。うん。で、これを読むとなんですが、ああ、中国で、その太陽光パネルのことをやったりとかは全然してないよと、ね。それから中国向け以外のところでも2015年には終了してるよという話になるので、あ、太陽光パネルビジネスはもうやってないんだっていうふうに私たちは読んだら普通は思いますよね。ところが日本端子のそのパンフレットの中にはですね、太陽光パネルビジネスをやっているということを前提にした記述が今なお残っているわけなんですね。で、これはの改訂作業をやった時に削除し忘れたとか、なんかそういう感じのことなのかななんてね、まあ思ったりとか、まあいろいろしてたりしたんですが、私ね、これの回答を見つけてしまったんですよ。で、どこで見つけたかといったら、その中国の進出してる子会社の北京日丹電子っていう会社があるんですけれども、そこのあのウェブページ上に見つけてしまったんですね。で、そこにはですね、どういうことが書いてあるかっていうと、製品紹介があるんですが、扱ってる製品紹介の中に端子が一つで、コネクタが一つ、これ以外にハーネスという別の部品のことが書いてあるんですよ。で、その別のハーネス部品のことに関して言うと、そこのところに風力発電機、太陽エネルギーと新エネルギーテクノロジー領域、こういうところに使用されているということが書いてあるんですね。で、これをつなげてみればわかると思うんですが、主力製品である、端子とコネクタ、ここでは関わっていないのかもしれないけれども、ハーネスでは関わってるってことじゃないですか。だったらハーネス事業において関わっているそこが太陽光ビジネスとつながっているわけだから、それは中国で作られる、まあ要はウイグルで作られてくるような太陽光パネルに対してハーネスを供給するということをやってるんじゃないですかってことなんですよね。で、私たちが問題にしてるのは、端子コネクタを提供しなければいいじゃないですよね。ハーネスであれ何であれ、御社で作ってる製品がそういう太陽光パネルビジネス、特にウイグルと関わるようなパネルビジネスと中国で関わってるかどうかっていうことがすごく大きな問題になってくるわけじゃないですか。で、そこのところに対してのごまかしが行われたんじゃないのっていうところなんですね。私ね、まあだからやっぱりその河野太郎は真っ黒なんだっていう、まあいうふうに言いたい人もいるかもしれないけれども、僕はですね、説明しようとして、正確に説明しようとしてやるとかえってやぶへびになってね、ほらやっぱりお前関わってたじゃないかみたいな感じの、まあいうことが行われそうで、まあそこからもういいや逃げちゃえみたいなことっていうのも人間心理としてはあったりすると思ってるんですね。だから真っ黒だっていうふうに認定するっていうことを本来やるべきかって言われたら、いや、それはそうじゃなくって、単にそこは人間の弱さが出ただけなのかもしれないよ、そこはそういう可能性として考えたいよねっていうのは僕の中にはあったりします。だからこのことがあっても、私はその河野太郎イコール真っ黒みたいなね、あの特にハンターバイデンなんかとこう並べて言われたりすることもあるんだけれども、僕はね、ハンターバイデンなんかとはこうレベルが全然違うと思ってるんです。っていうのは、ハンターバイデンは中国の全国人民代表大会の常務委員会とか、それから、中国の国務院、まあ、国務院というのは内閣ですねとかね、それがあるいは中国共産党統一戦線部とか、
こういうところと関わりがあって、こういうところと金銭のやり取りがあるんですよ。で、そのレベルの話と、この日本端子のレベルの話は僕はちょっと違うと思ってます。一言だけ言っとくとなんですが、日本端子の社長である河野二郎さんが、千葉テレビの番組に出て、説明をしているところでですね、中国では井戸を掘った人をね、を忘れないみたいな言葉もあってね、まあそういうこともあって中国で大切にされているみたいなことをポロッと言ってるんですけれども、それって河野家のね、その政治的なものっていうものに配慮してやってるものかもしれないですよね。その可能性考えてないのは問題じゃないですかっていうような気持ちはあったりはします。ですが、それは、中国側からね、まあ、河野さんとの関係もあるんでやりますよ、みたいな感じでやってるわけではなくって、そういうことは表に出さない形の中で、まあ、静かに配慮してるというレベルにとどまっているんじゃないか、とも思うわけです。ちょっとこれはわかんないです。ね。で、まあ、もちろんね、その静かにやってる限りにおいてはいいじゃないかっていうことではないんですよ。ね、いいわけじゃないんですけど、でもそれはハンター・バイデンのやってるレベルの世界と同列で考えるというのは僕はちょっと行き過ぎなんじゃないかなというふうに思ってるっていうところがあります。まあそういうこともあって、この点についてですね、河野さんにはやっぱりですね、ね、これは逃げないできっちり説明するっていうことをやっておくべきだし、それがちゃんとできないようであればなんですけど、やっぱりちょっと政治家引退してもらった方がいいんじゃないかななんてね、思ったりする部分でもあるんですね。まあちょっと過酷なことを言っているようではあるんですが、まあそんな感じでもって、特にその中国に進出しているその合弁企業に対してですね、どういう形でやっていくのかね、中国からの影響をゼロにしろっていうのは、まあそれはちょっと無理な話なんで。でも、他のその中国進出企業と少なくとも変わらないレベルにぐらいまでですね、影響力を小さくするために何ができるのかっていうことを考えた上で、その対処は、その日本端子でですね、きちんと取らせるようなことまではやってもらわないと困るかななんていうふうに思ってるところです。まあまあちょっと僕の言いたいこと分かりにくい、伝わりにくいところもあったかもしれませんが、まあそういう形で考えています。今日はここまでです。よろしくお願いします。